はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。ザ・リフトブレイカーをやっていきたいと思います。はい、ちょうど研究終わりました。エネルギー武器ベシック。エリアを散策して空気汚染の原因を突き止める酸の放出が検出されたエリアを調査するということで、多分この右下のやつだと思うんだけど、そうだ、忘れてた。これを置こうと思ってたんだ。これをとりあえず。はい。じゃあ行きまーす。さあ、この辺は、まだそんな探索ができてない。うわぁ。右下にいるね。ハロー。うわぁ、お前たちかー。はいよっ。痛いよー。あーだー、はいよ。なんだこれ。おいよ。この辺だね。うわ、なにこれ。え、なに、なんか来た。なんか来た。痛い。待って。はい。うわ、来た。え？なんだって？酸性施設が錆びてダメになっちゃう。あー、ちょっと今はいいや。とりあえず耐えてくれるでしょう。で、これどうしたらいいの？気持ち悪い。何これ？何これ気持ち悪い。いっぱい来た。おお。There must be much more of this acidic yeast growing here. The orbital scanner report indicated that this entire biome is covered in these fumes. We should study a permanent outpost in this area of the planet. Actually, I strongly suggest using a bioscanner to gather samples from these life forms. The fluid inside them is a highly condensed acid that can easily be detected by armor. The bioscanner will allow us to gather samples.サンプル？どうやって？何これ？ちょっと待って。あ、そういう感じ？あ、そういう感じ。はあ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 。なるほど、こんな感じにできるんだね。あ、こういう感じでできるんだ。卵めっちゃ元に戻ってんじゃん。 Okay, that's enough samples to start researching them in the alien research lab. Interesting. We found traces of palladium inside the acidic yeast samples that we just collected. It might be a good idea to search for larger colonies of this life form.They might indicate the location of higher concentrations of palladium. かなり見守るため。ほう。うわー、いっぱいいるー。なんか可愛いな、動き。We'll need to construct a local research station near one of the colonies in order to do that. 研究する。
あ、地熱。It would have to be placed very close to the root of the colony to work properly.あ、シールドを作らないといけないってね。I think that we can prevent the colony from overgrowing our base by covering the soil with a structure that the acidic yeast can't grow on. Standard floor tiles are going to be corroded by the colony. We can prevent that. Now that we know the type of acid that this life form is producing,We can research special anti-corrosive flooring that will protect our base. We just need to build the research station on the anti-corrosive floor tiles. はい、あ、もういいと。ちょ、あ、そう、そう、修理をしてやらんと。これ助かる、これ助かる、むっちゃこの、これ分かったの助かる。超助かる。超楽。いや、これありがてえよ、ほんとに。このやり方を教えてくれた人、ほんと神。危ない。今ね、ちょっと自動修理するやつがね、作れないんでね。コバルトニウムがないんで。よし、OK かな。あ、まだだ。OK。OK、これで研究は終わっ、研究をしなきゃいけないよね。なんかね、いろいろとあるんですよね。研究も増えて。気持ち悪い。気持ち悪いな。お、新しいアイテム入手。あ、なんかモッドが付けられるようになってる。ヒットごとに獲得 HP 有効化。拡散ダメージ半径有効化。スタン確率有効化。これ付けようかな。あ、HP 吸収か。それちょっとありがたいかな。これにしよう。装備がなんかあれ、装備できない、装備できない。まだできない感じ。え、よくわかんない。え、どういうこと。プラズマガン、バーストライフ。なんか武器の方ばっか俺研究してたんだな。ね、なんか増えたのよ。この、これこれ、この辺だ。この日射し、保護、環境シールド、多分、太陽の熱が強すぎてダメージ食らってたいうとこでは、っていう子だったり、例えばこれなら、放射能のとこは大丈夫よ、みたいな感じなんだろうね。んで、あ、さっきの腐食のやつか。これか。ちょっとね、とりあえず今あるのは全部終わらないことには、ちょっと、あれなので、あれだね。さあ、じゃあ帰ります。どれで帰るんだっけ?これか。じゃあ一旦帰ります。シューン!ふぅ、帰ってまいりました。で、use the orbital scanner screen to screen storage. んだって?どういうこと?いろんなとこ行けってこと?あ、これか。ロードナイト処理知識を研究。サンイーソン課題を見守るため、三色水、採掘基地を建設。タンザナイト処理知識を研究。硫酸の上で建設もできるように記憶フロアを設置。それすらそのスイムカード。あ、そういうことか。これいけってこと?中だよ、ここ。中だよ。火山、
隊に行けっていうのは特に言われてないな。新たな場所でウランを探す。それが多分ここやな。一応行ってみるだけ行ってみるか。じゃあちょっともう上からちょっとずつ行ってみよう。ヒューン、ウォー、ドーン。わ、この辺はあれだ、マグマか。なんかダメージ食らってんすけど。なんかここによるダメージ受ける。マジか。マジか。長いできない、痛い。長くいられない。どうしたらいい？おお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 ちょっと待って。どうしよう。安全地帯、これ建設して大丈夫？ここ。ここまずいよね。多分、建設したら。ダメだよね。マジか。痛い。やばい。あ、ちょっと待って、この辺敵多い、やばい。ちょっと待って、スキャンしたい。あ、壊しちゃった。なんか ちょっと待って、壊しちゃった。なんかさっきのマイナス、あ、これか。ちょっと待って。低温標本って何？なるほど、ここだとダメージを食らわないと。え、ちょっと待って、ダメ、その、低、極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 低温植物。これのこと？あ、ちょ、これ、スキャンできないんですけど。こいつか。こいつ敵？あ、壊せないんだ。なるほど。痛い。ふぅ。さっきそういえば左上にいたな、なんか。シールドまだ回復しない？あ、OK。まあ、シールドあっても意味ないんだけどね。この辺にいなかったっけ？うわ、また来た！待って。え、噴火とか知らない。なんだこいつ、気持ち悪いな。どこだっけ？よかった、あった。おお。
怖い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 痛い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 。おお、俺を狙ってくるかよ。落ちてくんじゃないよ。まだ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 。よかった。怖っ。怖っ。もう怖いよここ。危険だよ、ここ。どこだっけ、スキャンするの。ここじゃなかったっけ、この辺にいなかった。あれ、どっか行った。あれ、どっか行った。あれ、どこ行った、あいつ。え、なんかいる、なんかいる。こいつか。え、こいつじゃない。どこにいんの？なかなかいないぞ。あ、いた。こいつじゃねえのか。あ。違う、こいつじゃない。こいつでもない。これか。待ってー！いやー。あ、壊しちゃった。壊しちゃった。壊しちゃった。あ、待って待って。でもこれ来たらあれでしょ、また大量に大量に襲ってくるでしょ。今はやめとく。今はちょっとやめとく。この辺、あ、この辺なら作れるんじゃない。この辺なら違う、この辺なら作れるんじゃない。この辺作っていいかな。でもここ敵が襲ってくるよな、後でな、多分。うん。うわー、待って。あ、そっか、電気がないのか。ん？電気は、いるっけ？忘れた。あと4つなんだけどなぁ。あ、こいつは。こんだけでかくても1個扱いなんだ。他は？いた。こいつ違うのか？おぉ、ちょっとい。うん。うわ、隕石。あと一個。This earth formation is very peculiar. It's a crystal entwined with the stone. It looks like this life form actually cultivates this crystal.これで。
ひんやりした床が作れるみたいな感じなんじゃない？The magnetic field in this biome is acting completely strange. あ、そこにおるじゃん。It's very fitting to see this mineral here. We should definitely research these crystals further. This will allow us to gather more fernite and create new equipment. あ、ダメだ。これ連続してできないとダメか。Let's do this as soon as possible. If we can learn to replicate this effect, then we should be able to move freely around this biome.オッケー、スキャン完了。よし。アロニウムストレージ is full。じゃあこれをやります。来るよね、来るよね。どこから来る？うわ、結構来るじゃん。いろんな方向から来るよ。うわー。ちょ、待って。あ、やべえ。おお、あ、壊された、やっぱり。やっぱり壊された。仕方ない。もう一回作り直すか。もうちょっと広い場所に作ろうかな。A new technology has been developed. OK。凍結。どっち、この辺がいいかな。ちょうどこの辺、なんか、いい感じやし。ここに通ろ。やっぱ電気いるよね、これね。電気いるよね。こんだけ暑いなら太陽光とかでいいんじゃないのかな。ちょっと待って、全然動かねえけど、これもしかして太陽、今沈んでんのかな、太陽が。夜9時、10時ならあれかな。風力ゼロ。待って、風力ゼロじゃん。あ、風力じゃない、太陽光ゼロじゃん。やべ、ミスったな。風の方がいいな。もうなんかこのブタ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 ガみたいで気持ち悪い。ブタ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 、もう鳥肌が立つんだけど、もうこれ。さあ、じゃあ一旦帰っていいということで帰りましょうかね。はい、帰ります。じゃあね、今回はこの辺で終わりましょう。そう、帰ってまいりました。ではですね、次回は、このストレガロスの巣に行ってみたいと思います。はい。ということで、また次回お会いいたしましょう。じゃあね。